どうもこんにちは、ドクトレーナー翔吾と今日一緒にやってくれるのは愛犬のルナです。というわけでルナと一緒にやっていきたいと思います。かわいいなルナ、ほんと相変わらず。はい、というわけで、今日はね、何の話をするかっていうと、その前に、もしよかったらね、あるのはこっちで、YouTube の通知の方をオンにしていただいて、過去の動画がね500本以上出てます。なので、もうなんか困ったなっていう時には、何かしらね、該当する動画が出てる可能性が非常に高いので、よかったらね、そちらの方を探していただけたらいいのかなと思うのと、オンラインサロンの方始めましたっていうことで、ここではお話できないことだったりとかね、あんなことやそんなことを話したり話してなかったりしてるサロンでございます、ね、もしよかったら、そちらの方もねよろしくお願いいたします。ということで、今日はですね、どんな話をしていくかっていうと、甘噛みって甘くないぜっていう話をねちょっとしていきたいと思います、ね、うちでもね、甘噛みの相談っていうのは実際多かったりするんですけども、でも甘噛みの相談のうち半分はお客様が分かってて甘噛みですっていう形で電話がかかってくるんですけど、あと半分の電話っていうのは甘噛みなんだけども、お客様曰く、本気噛みでやられてますっていう電話がかかってきますね。じゃあそのね、本気噛みとはね、何で本気噛みというふうに言われてるのかっていうと、座ってね、ワンちゃんの噛む強さで、甘噛みなんだけども噛んできた時に、出血をする、もしくは、跡が残る、ね、でそういう状態を、あとはね、あと歩いたりとか触ったりした時に興奮してガルってやった時に、ある程度の強さはもうやっぱり興奮で超えちゃったりすると本気噛みって言われることが多いんですけども、まあ、自分が見てる中だと、本当にね悪意があるって言ったら悪いですけど、人を傷つける嫌だノーっていうために、強く噛んでるなっていう子は、10頭いるうちの本当に2頭とかそのぐらいの確率です。で大体は甘噛みをちょっとこじらせた子たちが多くて、本気噛みではないんだけども、ただね、今日のお話の通り、甘噛みって甘くないんですよ、ね、なんで甘くないのかっていうと、まず甘噛みの一番の要因っていうのは興奮ですね。やることがなくて暇っていう子たちが、起こしちゃうことが非常に多いと。で、まあお散歩行ってもらったりとか、あとは室内でもね、運動を取らせてあげる、遊んであげるっていうことを十分取らせてってあげると、ワンちゃんたち実はね、持ってきて、さあちょうだいね、いっぱい室内で遊んであげると、ワンちゃんたちの甘噛み自体も実はなくなってきます結構、ね、で、食事をね昆布で取らせたりしながら甘噛みを抑えていくべきなんだけども、じゃあ逆に言うとどうやったら、じゃあ甘噛みって悪化していくの、強くなっていくの。例えばね、ワンちゃんが手噛んできます、痛いって言ったりして、痛い、じゃあこれでワンちゃんは覚えてくれるのっていうと、遊びで結構何回も噛んできちゃったりとか、痛いってね、口に出して言ってるのにあんまり聞いてくれないなんていうことがね、起こると思います。でそれがまずね、なぜ起こるかっていうと、ワンちゃんたちからするとまずは遊んでほしいっていう気持ちを抑える方が先だから、例えば痛いでやめてもらおうっていう前に目いっぱい遊んであげる。でもしね、今自分が使ってるみたいな手にこうすっぽりはまっちゃうようなおもちゃだと、遊んでる最中に手噛んできちゃうとか、なんだろう、一回持ってっちゃうと取り返せなくなっちゃう場合は、ちょっと大きいものだったりとか、ちっちゃいおもちゃでもね、ボールとかに紐とかをつけてもらって、ちゃんとね、返してもらう練習ができるようにするといいと思います。ほい。で、まずしっかりこうやって遊んであげる。で、これがすごく大事。ここでたくさん遊べば遊ぶほどワンちゃんの、ね、興奮自体もなるべくしにくくなってきて落ち着いてくると思います。で落ち着いてくるようになってきてからダメっていうのを教えていかないと、いきなり噛むのダメっていう教え方も非常に難しいですね。で、歩くとき、ね、自分が歩いたりするときに足を噛んできちゃいますなんていうパターンもあったりすると思います。であれもね、実際を言うと、たくさん遊んであげると疲れてるとき、まあ、もちろん人間の子供も一緒ですけど、例えば、自分が一緒にお休みで子供と一緒にいるときに自分が部屋の中ちょっと行こうとすると、ね、パパどこ行くのって言ってついてくるっていうのが、子供だから手でねえねえって引っ張ってくるけど、犬だったら足噛んでるような状態ですよね。でやっぱ足を噛まれたくないのにどうしようかなってなったら、子供と一緒に例えばね、公園に行っていっぱい遊んで帰ってきた後っていうのは、子供たちもゆっくりしていたいから自分たちがどっか行くのにも関係ないですよね。
で、寝てたりとかおとなしくしたりすることが多いので、そういう時にねお留守番の練習とかはさせるといいのかなと思うんですけども、まずは発散が先で、そこの発散をしっかり測ってってあげるとワンちゃんの興奮自体がねしにくくなってきます。で、そっから言うことを聞かせるっていう風にしていかないといけません。で、甘噛みって、こっちが嫌だっていう意思表示をしないと悪化するのって話を聞くんですけど、悪化は確かにすることはあるんだけども、それは自分たちが噛まれたら痛いとかいいとかダメとかっていうのをちゃんと教えてないからっていうことよりも、だいたいストレスが溜まることによって力加減がどん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 できなくなっていく。まあ、ワンちゃんの力すれば悪気はないんだけども、本当にね強く噛むつもりはないんだけども、興奮して勢い任せに噛んじゃったりすると跡が残ったりとか出血するような強さになってくると。で、コイルの時にはね歯が生え変わっちゃえばそうでもないんですけど、みんなね大体ね、歯が生え変わる前のコイルの歯の時期ね、入試の時には歯がツンツン尖ってます。なので、本当にね、特に研修で言うと、自分が過去に見た子たちだと、例えばね芝だったりとか秋田とか日本犬系って何でか分かんないですけど、歯がねやたらツンツンしてる気がするんですよね。で、本当にねブツって入ってジッて裂けるみたいな、本当ね刃物で切ったみたいな切れ方する子たちもいるんですけど、ただあれっていうのは、歯が鋭利になってて、そのせいでね大きく、なんだろう、簡単にちょっと噛んで引っ張っただけでも大きい怪我になっちゃったりするんですけども、本人たちには傷つけようという意思は少ないので、できればね叱ってやめさせるってよりも、いっぱい遊ばせてあげる。遊ばせるのが難しい時には、例えばね遊ぶのが十分いっちゃえば足を追いかけてくるってしないんですけど、普通の子たちの中でも熱量の高い子と、あとは興奮しやすい子と、あとは、本能的な子に関してで言うと、それでは止まりません。止まらない時の方が多いです。なのでただね、自分たちもじゃあ足を噛まれて血だらけになっていればいいんですかっていうと、そういうわけにもいかないので、例えばね、スリッパだったりとか、まあお風呂の掃除する靴とかを履いてね家の中でも移動して足を噛まれても気にしないとかっていう方法もあるんですけども、ただそれって、まあそれでやめてくれる子たちもいるし、それでね本当にねエスカレートしていく子たちも中にはいるので、自分が一番おすすめしている方法としては、やっぱり運動とプラスアルファコングで、大人になってくるとワンちゃんたちも今はね、子犬ちゃんだからいっぱい遊んでってやるけど、大人になっていくとちょっと遊べば あとはねおとなしくなっていく。ワンちゃん自体のエネルギーの余量が減ってきます。で、我慢させるのは正直に言うとそこからでも個人的には構わないのかなと思いますので、ちっちゃい時はね我慢させるっていうよりもしっかり遊んであげて、で、あとは成長してワンちゃんが自分で我慢できるようになるまでは、本当に部屋の中で例えばちょっと移動しようかなと思った時に、ワンちゃんが暇にしてるとか人に対して反応するっていう時は、反応する前にコングを与えて、コングを食べてる隙に移動するようにしたりとか、もうね、人が移動する時には例えばハウスとか、あとはね、サークルとかケージとかにハウスって言って入れるようにして、その時もね暇にすると吠えたりするので、ちょっと自分が移動したりとか何かする間であれば、コングとかで気を取らせてあげるっていう方がいいと思います。コング自体は甘噛みをなくすんじゃなくって、自分たちの噛まれてる分を代わりに受け負ってくれるっていうものだから、まあ使ってる間は自分たちが噛まれない魔法のアイテムみたいなもんですよね。なので、食事をまずは、ある程度制限して減らしていきながら、減らした分をご飯としてコングで与えるようにしていき、で、あとはプラスアルファで運動をとっていってあげると、ワンちゃんもかなり落ち着きやすくなってきますので、そこでねいいとかダメとかっていうことを教えていってあげた方がいいのかなと思います。はい、というわけでね、ワンちゃんの本気が見で悩んでますっていう方結構多いんですけども、まあ中には確かに本気だねっていう子もいるんですけど、大半はね甘噛みが多いです。で、直してあげるのには運動をきっちり入れてってあげることと、あとはね、コングでワンちゃんの暇な時間をなくしていってあげて、で、あとはワンちゃんが年齢が上がっていく、もしくはある程度運動をたくさんとってめちゃめちゃ疲れてる時にだけノーって教えることが、できるぐらいの感覚で、見てもらったらいいと思います。ピース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 やってもらう。ピースピース、そう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 、ね、これピースって顔触る技です。最近教えました。かわいいっすよね。ごめんなさい、話出せちゃった。
というわけでね、まあ、ちっちゃい時からね、たくさん遊んでしっかり教えてあげれば、いろんなことワンちゃんもね、もちろん覚えていくし、いいダメっていうことを教えることも、できます。で、甘噛みの悪化自体が、ワンちゃんのストレスが溜まるっていう言い方をされることが多いけど、ストレスというよりはどちらかっていうとエネルギーですね。エネルギーが溜まっちゃうと甘噛みはひどくなっていく。雨降ってる日とかでね、お散歩にちょっと 2,3 日行けなかったりすると、家の中でもね、いろんなものを噛んで壊したりっていう行動が出てくると思いますね。それが、甘噛みの悪化っていう形につながってくるのかなと思いますので、ぜひね、子犬の甘噛みもし困ってる方いたら、たくさん運動させて遊ばせてあげるのと、でもそれだけでね、補いきれる子たちばっかりじゃないので、じゃあ諦めて家の中である時に足を噛まれなきゃいけないのっていうと、ご飯の方をある程度制御していく、制限していく。でもしくは本当に、足を噛む子たちが多い時には、本当にね、ご飯を丸切り抜いちゃって全部昆布で与えるぐらいにしちゃっても構いません。で、昆布を食べてる間はもちろんね、自分のたちの人間の足は美味しくないけど、ワンちゃんのご飯の入ってる昆布は美味しいので、そっちの方にね、しっかり集中を向けていただければ、甘噛みの方は減っていくっていう認識でいいんだと思います。で、ぜひね、ワンちゃんに噛まれてばっかりいると自分たちも血だらけになりますし、大変ですよね。で、大きくなってもね、人が歩いたらついてきて足噛んじゃうみたいな癖になっちゃったりすると困るので、しっかりね、止めていく。代わりに昆布の使い方をワンちゃんにも教えて、昆布で欲求不満の、欲求のね、やっぱりこう溜まってる部分を、発散する方法を教えてってあげるっていう風にしてあげるとスムーズになってくるんだと思います。ぜひ皆さんもね、ワンちゃんとお家で楽しく運動して遊びながら欲求を満たしてみてはいかがでしょうか。